年末年始は羽鳥宮本福岡水筒一挙放送、はい、乾杯。指原莉乃に一行など豪華ゲストが羽鳥を福岡にはめる。12月28日から一挙放送。あのめでたく最終回を迎えた福岡水筒、はいはいはい、もう見たいという要望に応えまして、あら、はい、KBC は応えます。応えます。しかも放送の仕方がすごいです。一挙放送ですから。どういうことですか、一挙放送って。例えば1年分を、1年分をずっと縦長にご覧いただきます。はい、テレビ東京の時代劇。そうですね。年末年始の時代劇みたいなもんです。あら、はい、1日で、4日にわたって。4日もやるんですか。はい、そうですね。ありがたいですね。だからちょっと見逃してしまったとか、はい、あの時もう一回見たいとか、はい、あらすごい。28、30、31いけるで、はい、31終わって見終わって帰ってきて1日生放送あるんですよ。ああ、そうです、モーニングショーので2、3、4、5休みなんで、はい、もう一回3日いけるなプライベートで。プライベートですごいな。ぜひお願いします。お金の使い方間違ってると思います